になりました。やってきました、テバオーシャンアリーナです。ちょっとついにですね、もう選手たちが熱い熱戦を繰り広げてますので行ってみましょう。3試合もした。どうでしたか？まあ楽しかったです。何が楽しかったか、まあ、結構みんな強い同士で結構楽しい。なんかびっくりしたこととかありますか？ちょっと怪我が多い。激しすぎる。もうちょっと優しく優しくしてほしかった。そう、それが一番辛いところだね。いろんな国の人がいて、この雰囲気とかどうですか？はい、すごく楽しいです。本当にこの雰囲気はなかなか初めてです。僕日本20年おるんですけど、こんな初めて。結構本当に楽しかったです。やっぱりいろんな国の試合でやるとやっぱり楽しい。やっぱり自分の国で汗かけるのは本当に嬉しいです。韓国から来られたということなんですけど、いつどういうふうに来られたんですか？이번주금요일날왔어요金曜日に来て、はい、来られたんです。제가저번주에관광하러일본에왔었고또금요일날다시온거예요저번에는관광이번에는대회때그래서나고야가너무좋아서다시오고싶어서시합도있고해서다시오게되었습니다관광은다끝냈습니다少し前に観光で一回来て観光は終わったんですが、またそれで名古屋が好きになってまた来たいということで、たまたまこの大会と会ってまた来れてすごい良かったです。전부다얼굴이다웃고즐기는것같아서나도되게즐기게그래서너무 좋습니다 皆さんすごい笑顔でプレーされてて、すごいそれを見て自分も楽しくなって、すごい途中ですがすごい大会だと思います。そうですね、まあ、そのいろんな国の方が集まっているので、こういろんな人と交流できたことがまず何よりですし、まあ、楽しい試合だったと思うんですね。で、まあ、結果は残念ながらも負けてしまったんですけど、まあ、それよりも、まあ、本当にいろんな国籍の人とこうお話ができて、で、まあ、挨拶なんですけど、皆さん本当に優しい人たちばかりで、まあ、いい経験だったなと思います。イスラムの人たちはどういう 国から来てる人なんですか？今日本に住んでるそのイスラム教徒は、まあ、パキスタンの方が多いんですけど、まあ、中にはこうインドの方とかだったり、ミャンマーの方とかも、またネパールの方とかもいろんな国の方が、スリランカの方もいますし、ボール1個でできるじゃないですか、サッカーって。その本当にボールの大きさも関係なしの、本当に丸いものさえあればどこでもサッカーできちゃうので、だからすごくこうやりやすいスポーツだし、その本当に心と心をくっつけるようなスポーツなので、僕らも本当にそれで、まあまあ、みんなで距離を縮めるためにもこうサッカーをやってるので、もう今日からでも練習を頑張っていきたいと思います。普段は研修生としていろんなところで働いてる？そうですね、みんなバラバラところで、うん、でもインターネットでなんか Facebook とかですね、知り合って集まって、多分みんなはサッカー大好きだから、ベトナム人ですね、サッカー大好き、一番みんなすごいですねブラジルチームとか結構強いですね。そうですね、でも楽しかったなんか普段ね、そのブラジルの人とかなかなかこう会う機会ってないかなと。あんまりないんですね、うん、今日は初めてですよ、うん、なんか話したりとかそういうこともありますか？よくやってますよ、みんな、じゃあ結果がどうですか、ブラジルチームすごいですねってなんかよく言ってますよ、みんな仲良くで、楽しかったよ。
嬉しいです。